はいさい、もう簡単にやらかしたかもしれないですね。以前動画で、ね、紹介状を見せたら、紹介状って開けたもの、開けちゃいけないらしいですね。うん、これね、一応渡された時、ちゃんと確認してないんだけど、こうやってビリビリ開封した記憶がないんだよね、全くね。閉まってたかなと思ってね。わかんない。一応厳密には新書っていう扱いで、病院の病者さんからお医者さんに渡される新書をこの、患者が仲介してるってだけだから、本当開けたらダメらしい。で、犯罪的にも法律的にも新書開封罪っていうものにかかってくるみたいな感じ、コメントで結構あったんですけど、うん、本当はダメらしいね。だけどね、覚えてないんだよね。こうやってビリビリ開けた記憶が全くないし、カッターやった記憶もない。僕基本的にカッターで開けるんですけど、封書っていうのは。その記憶もないし、傷跡もないから、まあ、つけたんだけど弱ってたのかな。そうそうそう、今見てもノリ感っていうのはないんだよね、全く。ノリ感っていうのはないから、つけたけど弱かったのか、つけてなかったのかっていうのはいまいちわかんないんだけど、まあ、おそらくこう締めて渡すもんっていうのがあるらしいんで、まあ、締めてたいとは思います。ってことは、まあ、ノリが弱くて、僕が持ってる間に開封しちゃって、で、僕がその開けちゃいけないってことを知らずに普通に見たっていうことなんですよ。いろんな状況が重なってタイミング悪かったかなという感じでございますね。まあ、すごい言い訳になっちゃうんですけど、で、コメントでいろいろ指摘されましたね。こう、紹介状は医師が病院宛に書いてたもので勝手に開封しちゃいけない、場合によっては新書開封罪、刑法133条、正当な理由がないのに封をしてある新書を開けた者は1年以下の懲役または20万以下の罰金に処する、だったりとか、あと紹介状は患者が開封したらダメじゃなかったかな、まさか開いたまま渡されたの、病院によっては受け付けてくれないかもしれないので気になりましたとか、紹介状を開けたらまずいですって、あとは本人に病気の告知をしない場合、かっこがんなどがあるので紹介状は見ないでくださいというのが習わしでしたが、別に開封しても無効になるわけではないので見ても大丈夫かとっていうとか、紹介状密封されてた、されていないのかが気になる。これって本当に紹介状、紹介状は紹介状で、密封に関してはね、もうね、はっきりとは分かんない。開けた時のこと、もらった時もそういう説明はなかったし、僕がベリベリベリっていう開けたっていうのはない、まず。だから、まあ、可能性としては、ノリがあったんだけど、ノリが薄すぎて、こう、持ち歩いてるうちに剥がれちゃって、それを見ちゃったっていうことかな。っていう感じですね。ちょっとね、一応これにも含めて再発行が必要なのかとか、法的に問題があるかっていうのは心配なんで、医療センターみたいなのがあったので、そちらに電話してみたいと思います。ちょっといろんな無知っていうか、みんなよく知ってるよね、むしろ。なんか病院にかかったことなかったんで、そういうのがダメっていうのもわからなかったし、そういう話も普段雑談の中でもないから知りませんでした。すごい心苦しい言い訳なんですけれど。おはようございます。今、琉球大学病院の1階に向かっています。あいにくの天気なんですけど、まあ、セーフティードライブで行きたいと思います。高速乗ってるんで8時半過ぎ、8時45分ぐらいには着くかな。一泊8時半から11時まで外来対応してるようですね。なのでその頭の時間になるべく行こうかなと思ったんですけど、失敗しましたね。はい、今着きました。なので今から降りて、あそこ見えるかな、でっかいビルに行ってきます。はい、終わりました。駐車券はね、出口の入り口、出入り口のところに周平さんがいるので、それにピッてやってもらったら無料でできるみたいです。では帰りましょうか。いろいろ、まあ結構大事ですねこれ。1週間入院っていう感じですね。検査に対して検査もあるし、今時期的にコロナもあるんで、コロナの PCR 検査もあると。なんでまあ結構な作業量なんですが、まあまあまあいいんじゃないですか。人生経験というか、そういう大病とか病気にかかったことないんで、ほぼほぼ風邪で病院で薬もらうぐらいしかないから、まあ、いいんじゃないですか。人生生きてたらいろんなことありますよね。ってことで、入院費用とかも一応概算は、まあ、後ほど分かるみたいですね。検査の時に分かりますよって言ったんで、どんぐらいかかるんだ、全然想像がつかないんだけど、数万なのか10万とかすんのか全く想像がつかないですね。大して別にすごい入院に対して対処が必要なわけじゃないと思うんで、そこまでかからないと思いますけど、宿泊費用わかんないな、全く想像がつかない。入院費用で
いや入院する理由としてはやっぱりねこう動いちゃってケツの切ったところがパックリいっちゃうことがあるんで普通に。だからそれがないようにっていうことなんでしょうね。やった場合もすぐ対処できる傷口に対処。じゃあ抜歯できるような何かでやるらしいんだけどさ、そういうのもあって一応1週間入院、本当は2週間っていう話だったんですが1週間で大丈夫でしょうか。僕の親指はちっちゃいから多分見た感じちっちゃいんで1週間であとをちゃんと安静にしてれば大丈夫じゃないかなってことで1週間入院で様子見っていう感じみたいですね。なんかいいとこないかな。飯昼時結構時間かかったね。3時間かかってるからね。来てから受付して3時間結局かかってるんで12時になっちゃった、はい、ちょっと飯食ってからあとは、病院内でどういう流れがあったかっていうのは後で後ほど説明したいと思いますね。昼飯ここですね。サムズカフェ。いいで、はい、はい、今申しますか。食後で、うん、分かりました。あ、ありがとうございます。エステも持ちしました。こちらカードを使います。はい、こちらで。はい、戻ってまいりました。流れを説明しましょうか。まずはまあ病院に行くじゃないですか。病院の駐車場はちゃんとカード取って帰りに守衛さんに行ったら無料になります。その時に診察の時に受けた領収書を一緒に持っていかないと一応ダメみたいですね。はい、で病院に入った後にやったことは、病院に入って初診の人は紙書くじゃないですか、まあ、どこの科を受診ですかとか個人情報書いて受付に持っていくと。で受付に持っていくときに紹介状、保険証、その初診の問診票を渡すと。で、紹介状自体はノータッチでしたね。ノータッチ、全く空いた状態で持ってったんですけど、もらったままの状態、特に何も言わなかったですね。なんで一応まあ本当はダメなんですけど、進展っていうことなんでダメなんだけど、特に問題はなかったですね。改ざんとかしたわけでもないし、僕は見ただけなんで、まあ、特に問題はないっていうことだったと思う。まあ、症状とかにもよると思うんだけど、書いてる内容とか。僕の場合は全然大したって言ったらあれだけど、手術が入るから、うん、そこまで深い内容じゃなかったんで問題なかったのかなって感じですね。全く何も触れられませんでした。その受付の人もだし、先生たちにも全く何も言われませんでしたね。っていう感じで、登録をすると、窓口やる。そしたら大きい紙もらって15万だったかな、確か。大きいな、こんな長かったの、龍大七夕かなって思いましたけど、それもらって聖徳太子のこれみたいなもらって、呼ばれるんで待っててくださいって言われました。で、待合室のとこが結構すごくて、ドトールでしょ？とローソンがあるんですよ。
琉球大学病院の中あって、みんな結構いろいろ朝飯食ってたりとか、おじいちゃんおばあちゃんたちがさやってました。僕は一応ドトールでカフェオレを買って待ってましたね。まあそしたら呼ばれて、いろいろ書類用意されてて、あとはカードか、病院のカードもらって、診察カードで、皮膚科に行ってくださいっつって、あそこの受付がね2階だったんですよ。2階見た感じ1階だったけど、一応2階らしい。1階に行って皮膚科があるので、あそこで受付してくださいっつって階段降りてって行きました。で、皮膚科に着いたらファイルごとこの なんていうんですかね、カゴに入れて呼ばれるまで待つと。で、それやったのが9時前ぐらいだったかな、多分ね、9時前ぐらいで、呼ばれたのが10時ぐらいだったんで、多分1時間ぐらい待ったのかな。まあ、その間ね、いろんな人がいたんですけど、基本的にはやっぱお年寄り、じいちゃんばあちゃんが多かったですね。僕行った段階で結構早いだろうと思って行ったんですけど、オープンがね8時半でしょ。で、9時前後には受付してるんだけど、ほとんど人いっぱいいた。やっぱおじいちゃんおばあちゃん強いですね。で、眼科なんかはめちゃくちゃいましたね。皮膚科は割と空いてた方だと思う、パッと見人は周りにいるんですけど、眼科よりは全然いなかったんで、割と早く行ったんじゃないかなって感じでね。で、1時間ぐらいして呼ばれて中に呼ばれました。あ、で、その前にね、皮膚科に着いた段階でまた問診票みたいなのが、細かいね、皮膚科の問診票があるんですけど、それは個人情報とどういう内容できましたかとか、具体的にいつ頃からですかとか、どこら辺が気になりますかっていうのがあって、あとは人間のマーク、他の病院でもあったようなどの辺ですかみたいな、幹部前後表の絵と後ろのシルエットがあって、この辺ですって丸つけて、僕はお尻のあれ目を丸つけて、またね、そんな感じでやって、で、あとは、今持ってるアレルギーだったりとか、病歴だったりとか、あと家族の病歴っていうのも書くのがありました。で、裏のページに行くと、かかりつけ医はどちらにしますかみたいな。要は、大学病院って一番強いとこだから、2段階なんだ、2段階ね。紹介状がないと受診できなかったりとか、基本的には地域のお医者さんのとこで、病院で見てもらって、そこで対処できない大きなことは、大学病院に来てもらうみたいな。だから、これはトップダウンもあるってことですね。症状が落ち着いてきたら地元のかかりつけのお医者さんに行きましょうみたいな感じで、それどこに詰まるかっていうチェックリストがあって、僕は前行った三里皮膚科にしました、ションってつけてね。で、その下に、研修医が、なんて書いてたかな、忘れちゃったけど、一応勉強のために診察することはできますかみたいな、協力できますかだったから、そんな感じで、僕は別にしてよかったんでできますってやりました。で、それを出すと、そしたらまた呼ばれてね、まずはその研修医の人に呼ばれましたね。で、処置室って場所だったと思う。処置室。あそこに座ったら、男性がパソコンをパチパチしてる。で、女性の方が問診をしてくれるって感じですね。最初、情報が合ってるかどうかのために、生年月日と、名前言って、はい、わかりました。じゃあ、ちょっと質問していいですかって感じで。で、症状とか、あとは、通院歴とか、あと飲んでる薬とか、あ、サプリは飲んでないですかとか、あとは、何だったかな、症状か、症状とか、前の病院で言われたこととかを、問診してもらって、それに答えていくっていう感じですね。で、その情報を多分男性の方がパソコンでリアルタイムに入力していくみたいな、エントリーシートみたいな感じで、ああいうのをやっていきましたっていうのがありました。で、また戻って、受付前に戻って、また呼びますねっつって、それから何分かした後に、まあ、本ちゃんで呼ばれるんですよ。呼ばれたら、診察室だったら次はね、入りました。そこは本物のお医者さんなのかな、現状女性の人がいて、女医さんがいて、先ほどいた研修医の方かな、多分研修医の方が男と女いました。で、それを聞いてみて、こうやって真剣に聞いてるんですね。そう女医さんの前に行ったら、まあ、そうやってどんな感じですかつって、こう紹介状を見て、あ、こういう症状なんですかねって言って、ちょっと見ていいですかって、またパンツ脱いで触診、で、ちょっと触って、あ、この辺ですかねとか言ってね、そう、やって。で、多分、そう、一緒でした、結論はね、妄想度だろうなっていう。で、サイズとかあれは、ちょっとはっきりしたことは分かんないんで、画像検査しましょうかねっていう話でしたね。で、その時に僕は、これ、肖像を調べたらインターネットで、脱毛が必要って書いてたんですけど、そうなんですかって聞いたら、一応、それが必要な場合もありますって、それが原因の場合は、それしたら、再発は防げることもありますっていう風な回答でしたね。完璧に、その毛だけが、原因なわけではないから、 100% ではないけど、一応、リスクは減らせるっていう、可能性は削れるよっていう言い方でしたね。だけど、これは全部終わってから、完治してからでいいので、急がぐ必要はありませんっていうふうな回答がありましたね。そして終わって、で、画像検査したいんでいいですかって言って、あ、全然いいですよって言ったら、ちょっと待ってくださいねと、外科のなんか先生って言ったかな、の人にちょっと話通しとくんで、ちょっと待っててくださいって思ってて、って感じで診察終わって、また戻りました、受付の前にね。で、また呼ばれて、次は画像検査しますって、
次は男の人、違う男の先生ともう一人の助手さんかな、がいて、ここに寝てくださいって言ってベッドの方に案内されて、見ていいですかって言って、まあ、そこからまた触診ね、触診して、次がなんかゼリーみたいのをつけて軟膏みたいな、ちょっとでエコー検査みたいなやつ、こういうやつ、こういうのをつけて画像ですと、あの赤ちゃん見るやつみたいな感じよ、白黒のこう多分ねエコーかな、空洞を見てるはずだから、その音波とかで見てるんだろうね、こうやって見てたら、そう、いろいろやってたいろいろやってたってあれだけど、そうあこの辺に空洞あるね、空洞あるねみたいな感じで、で結果2個あったね、2個、あ2個っていうか入り口と出口なのかな、そこの間が空洞になってると。で、見た感じ小さいですねって、だからそう大事には至らないような感じ、大事には至らない、そう軽症ですねって話でしたね。でそれが終わって、これを治すには手術しかありませんってまた話があって、で幸い小さいので普通は2週間ぐらい入院してもらうんですけれど、僕の場合は1週間ぐらい大丈夫じゃないかなって、様子見たいなっていう感じでしたね。入院は必須みたいですね。入院なんで必須かっていうと、えぐり取るんで、こうやってね皮膚を縫うんだけど、それがこう開いちゃったりすることもあるので、その時の処置のために、入院が必要。あとは、縫った後に結構お尻ってテンションが張ってる場所だし、そう引っ張られてるっていうんですか、だから結構簡単に開くて、普通にもトイレも行けないですよって感じでしたね。だからその食事もなんだかな、なんていうか点滴のみの人もいるし、もう一個方法があったらしいんだけど忘れちゃったな、なんて言ったかな、流動食みたいな感じなのかな、そうそういったちょ気をつけないといけないんだって。手術した後に気をつけないといけないから入院が必要って感じで、入院後は一月ぐらい安静にしててもらいたいって感じで、あんまり激しい運動だったりとか、こう腰を曲げるような動きっていうのをすると、多分ね傷口がバッと開いちゃうから、また出血とか他の感染症とか例えば出てきちゃうから、入院が欲しいっていう話でしたね。はい、それが事の顛末ですね。で、入院は時期調整、何の仕事してるんですかって言って IT 系ですって言ったんですけど、その時期調整が入って、まとまった日に数、要は1週間入院しないといけないから、その調整をしましょうってなりましたね。でその前に検査日が必要らしくて、検査自体は MRI 検査とか、あとはなんだかな、 PCR 検査もやんなきゃ、コロナの姿勢だからね、もあったし、いろいろなんか3つか4つぐらい、検査があって、その検査をもとにしか手術ができないらしい。手術をするためにはその検査が必須みたいな感じだったんで、手術前の別日で1日検査の日で、手術は1週間のうちの前泊してもらうからって言ってて、前日から入院して翌日手術して、そこから1週間だったか、それ全部で1週間だったか忘れちゃいましたけど、まあ、そんな感じのスケジューリングになるらしいですね。っていうのが事の顛末ですかね。そんなとこでしょうか。まあそうですね、だから今から時期調整、手術のために1週間確保できる日を調整してからスケジューリングしてっていう感じになるそうですね。で手術に関してはなんかいろいろ、まあ支払いとかもありますよね。で高額医療制度っていうのもあるらしくて、そういったものを利用できますって。で高額医療制度っていうのは何ですかって言ったら、まあ、結局払う額は一緒なんだけど、最初に前もって手続きしておけば、その場で払う3割負担っていうのは、まあ、その制度を利用した額になるから支出は少ない、払うのは一緒ですよ、払うのは一緒なんだけど、その場で払って後から払い戻しを受けるのか、前もって予約しといてその場できっちり払うのかっていうことの違いらしい。そのあんまり僕も詳しくなくて聞いたんですけど、まあ、そんな感じの制度があったりとか、また入院に関してこういうことがありますっていう話がありましたね。まあ、そんなとこでしょうか。入院に対する説明を受けたって感じ、やる場合はこんな感じの段取りでいきますよってところですか。まあ、今からやることはスケジューリング調整して、入院して、手術して、完治させて退院っていう感じになります。まだまだかかりそうですね、大変だ。